富沢町は山梨県南駒郡に存在した町。町名は深川村と万沢村の合併から命名。県西南端、郡南端に位置。村域の大半が山林。北東端を富士川が流れ、並行して国道52号が走る。南駒郡南部町、赤石山脈を境に、静岡県静岡市、清水市、富士郡芝川町と接する。 静岡方面への通勤者も多く、文化的な影響も強い。山梨県内では、藤川流域が八ヶ岳山麓と並び旧石器時代の遺跡が分布する地域で、万沢に立地する天神堂遺跡は、旧石器時代のナイフ型石器や石焼き調理に使ったと考えられている、焼けた、歴群が発見されたことで知られる。古代の立領制下には、駒群。 河合号に否定される。平安時代後期には、海、源氏の一族が各地へ進出し、長域の南部郷には南部氏が寄った。南部氏は、その後、道の区国へ移住するが、残留した河内南部氏の同行が、戦国時代まで知られる。戦国期には、海の国主後武田氏の一族穴山氏が、河内地方へ進出する。穴山氏は、河内南部に残った河内南部氏を駆逐し、 川治療の統一を達成する。戦国期の会では死後武田氏と穴山氏ら有力国衆、他国勢力が関係して複雑な乱国状態となり、穴山氏は駿河今川氏に従属して、武田氏に対抗した。やがて、穴山氏は戦国大名化した武田氏に従属して、家臣団となり、武田、今川間の和睦を仲介している。天文4年には、 武田信虎が、駿河攻めを行い、町域でも合戦が発生している。町域は、河内地方の最南端にあたり、木の江春国境に近く、万沢口々止め番所や穴山家臣の屋敷跡、寸州王館の宿駅などが分布し、福祉には、呪し代とされる、新士の取りが所在する。近世には、駒郡西川治療で、三加村が成立する。万沢には、 口止め番書が置かれ、同じく番書の置かれた対岸の南部と結ぶ都市有城があり、江戸、明治初期には富士川水運でも栄える。河内地方は山間部で高地には乏しいが、河内地方は温暖タウナ地域で森林資源に富み、主要産業の林業の他三つ股や蝶栽培して神すきを行う。戦後には観光業に移行し、タケノコの産地や茶栽培でも知られる。 福祉の西園寺仏殿は、入りもや作りの禅宗様建築で、寿司や棟札とともに、国の重要文化財に指定されている。また、所蔵する拳本、穴山正千代画像は、県指定文化財。また、福祉の金山神社の遺町や県本寺のお初木遺町は、県指定天然記念物。ありがとうございます。